はい、どうもエルザレットです。それでは配信やっていきましょう。いやー、やっと整いましたね。じゃあ続きといきたいと思います。そうだね、なんかバイクのマイクとかあったけど、まあ後々使えるのかな。とりあえず次のところにね、行かないといけないんで、今持ってる荷物だけ届けていきましょう。はい、こんばんは。サム、手錠端末で地図を見てみろ。隔離、目印をつけたり、ルートを考えてラインも引ける。自分で試してみてくれ。はい、ほーい。うん、編集がね、なかなか大変で。まあ、パソコンがその間負荷がかかって動かせないんでね、ちょっと、やってました。そしたら、マーカーをね、まあ、つけるほどでもないんだけど、そう、とりあえず走ってと思ったら、やっぱさすがに飛び越えれないか。サム、はいはい。俺だ、デッドマンだ。目的地の方向はコンパスで確認できる。目的地が分からなくなったらコンパスで確認してくれ。コンパスモード、あ、へえ、こういう風に見えるのか。まあ合ってるね。お、今二段ジャンプって書いてあった。ああ、ホップステップみたいな感じか。セントラルノットにはブリッジズの本部があった。我々アメリカ最下派にとって最大の都市だった。ストランド大統領は療養のためセントラルを離れていた。それに同行していた俺たちもだ。そう、まあ第2章入ったわけなんですけど、とりあえず大統領に会いに行くのがまずの目的みたいですね。一応この高さでも大丈夫だ。さあ、目的地着きましたね。今回の第2章はちょっとね、話がメインになりそうな気はしてるんだけどね。まあ、第1章の方はちょっと後ほど編集してあげますので、お待ちください。さあ、ブリッジス潜っていったわけだけどね、結構廃校したアメリカの割には設備すごいよね。近未来的なのと、すごい廃れた感じ。バランスがすごいね。データは全て低下しています。回復の兆候はないと。はい、残念ながら。そうか、我々が調教しておいた方がいいかもしれません。いや、この真っ赤ってすごい違和感あるね。俺だ、デッドマンだ。すまん、そうだ。接触恐怖症というのらしいんで、人とは基本接触しないです。ありがとう。彼女も少しは楽になる。これで最後にあんたと話す時間ができそうだ。彼女、合衆国最初で最後の女性大統領であり、そしてあんたの育ての親。その服では面会できないな。脱いでから中に入ってくれ。さあ、納品っていうことのものじゃないんだけどね。まあ一応劣化とかいろいろあります。歩いた距離とかでランクも決まる感じですね。まあこの辺りはね、
チュートリアルだよね。さあ、隔離病棟、大統領執務室へ。なんかすげえな。彼が大統領の右腕であり、ブリッジズの長官。ダイハードも。そうか、あんたは第一次ブリッジズだった。それじゃ紹介の必要はないな。こんな形で再会するとは。おお、皮肉なもんだ。お互い死ねない者同士だからな。声がいい。10年ぶりの挨拶もなしか。大統領がお待ちだ。いやー、スネークやね。君のお母さん、ブリジットだ。意識も朦朧としているが、君のことはわかるはずだ。ほう。あー、この人お母さんだったんだ。さあ、大統領、サムが来ました。我々は外します。サム、久しぶり。よく来てくれたわね。元気だった？そう、恨んでも当然だわ。アメリが。アメリ。アメリが西に行ったのは知ってるでしょう。3年かけて大陸を横断したの。この国を再建するために。まだ再建なんて考えていたのか。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。アメリを助けて。あなたが必要なの。もう一度つながらなければ。アメリカを再建するの。また世界をつながなければ、人類はみんな滅びてしまう。アメリカなんてもう誰も必要としてない。いいえ、孤立した人類に未来はないわ。アメリカの時代は終わった。それにブリジット、あんたはもう大統領じゃない。お願いよサム。引き受けてくれたのね。これは違う。あなたをビーチで待っている。あ、大統領。まずい。今一瞬若い人になったよね。
先生、先生なりに死亡を確認。俺が最初大統領の最後だったんだね。いやえ、周りの映像だったんだ。すげえ。ストランドと共にと、まあこれは絆がテーマになるゲームなんでね。大統領が亡くなったことは公にするな。これが露見すればブリッジズは崩壊する。ここにいる我々以外誰にも口外するんじゃない。はい、長官。遺体も処理しなければ。でもあいにく処理班が。それなら大丈夫だ。まさかまさか。サム、君は大統領と最後の契約を果たした。何のことだ。君はブリッジズとなり、我々とアメリカ合衆国再建の任務を負う。また俺を縛るのか、ブリジットのように。ある意味それは正しいかもな。その手首の手形がその証拠だ。長官、大統領は全身を癌細胞に蝕まれていた。遺体を解剖することも臓器の摘出もする必要はない。一刻も早く焼却しないとネクローシスする。そうだ、早くしないとここもクレーターになる。おお、そうなんだね。ネクロシス状態で捕獲するんだ。死体処理班は全滅してしまったからな。そうだろう。だが大統領の遺体を焼却しなければ。キャピタルノットシティ側からの道路はボイドアウトで寸断された。残っているのは徒歩で登る山岳ルートだが、カイラル物質がたまるエリアだ。途中には奴らがいる。あんたにしかできない仕事だ。ドゥームスで機関車の。なぜ俺なんだ。サム、あんたはすでにブリッジズだ。配送依頼だ。サム・ポーター・ブリッジズ。いやなんかちょっと気に食わんで、ね、いやでも恐怖症しててゴリゴリ来たのは確かにちょっとびっくりだね。しかも最初の物資届けから次は死体配送か。しかも実の親っていう、育ての親って言ったからちょっと違うのかもしれないけどね。少しいいか。ブリジット・ストランド大統領はアメリカ再建の象徴だった。就任以来長きにわたって国家の再建を訴えた。そのための組織ブリッジズを立ち上げたのも大統領だ。本来なら手厚く葬儀を執り行うべきだ。しかしそれは叶えられない。彼女の死はアメリカの死だ。それは我々ブリッジズの死にもつながる。だからこそ大統領の遺体は隠密裏に運び出し処理しなければならない。隠し合わせたとしてももう次の大統領はいない。アメリカの再建はない。サム、アメリカは死んではいないんだ。大統領は死んだはずだ。確かに彼女は死んだ。
だが大統領になるべき候補のアメリカはまだ生きてる。何のことだ。そのことは後で話そう。分かってほしいのはブリジットが立ち上げたアメリカ再建計画を我々が実行するということだ。ブリッジズはそのために存在する。そのための第一歩としてサム、君は大統領の遺体を焼却所に運ぶ。また世界をつながなければ人類はみんな滅びてしまう。本当はあなたに言ってほしかった。もう時間がない。ありがとうサム。あなたをビーチで待っている。ほとんど聞いてないけどね、ダイハードマンの話ね。いや、焼却所はここの南西だ。だが途中には BT の座礁地帯がある。焼却所は山に囲まれたエリアで、カイラル物質が拡散し都市に及ばないようにな。かなり過酷な運搬になるが。もう結構大変めなのね。君を24時間追跡している。何かあれば我々が手錠端末からサポートする。さあモルヒネ配送から死体処理場へと。まあそうだね、確かに言われてみれば小島監督の作品は育ての親、確かにそうだね。ビッグボスとかね。手錠端末の使い方は聞いたな。イエスサー。焼却所の場所は手錠端末で見てくれ。はいはい。ここか。これがね、悩みどこでさ、何もつけずに行きたいなっていうのもあるの。そうだね、一回ぐらいちょっと、試しておいて、あ、違う違う、いや、どうだろう。海沿い、こっちも結構山越えるよね。結構こういうふうに考えていくのは、こういこう1300、これでちょっと行ってみようかな。直進的に行ってみるのもありかなと思ったけど、おお、すげえすげえ。これね、確かにね、方向音痴はなるだろうな。ネクロシス限界時間を超えると BT になる。リミットは心停止してから48時間だ。それまでに焼却しなければならない。一応時間制限はあると。で、先ほどのムービーなんですけど、実は音声入りが多分ライブ配信でしか聞けないです。で、理由としてはBGM が著作権かなりかかってるはずなんで、多分編集後はね、音が消えてると思います。消えてなければ著作権受けなかったっていうふうに思ってもらえばいいので、まあもしストーリーをとかね、BGM をこう重点的に聞きたいっていう方は、ライブ配信見ると一番いいかなと思います。で、他の方の配信でもやっぱ同じでしたね。いろいろ調べてみたんですけど、やっぱそのあたりが大きかったですね。上は何だ。ブリジット・ストラング大統領はアメリカ再建の象徴だった。お、すごいね。アイテム、あ、トイレとかもちゃんとあるね。で、回復と。国が分断し、人々が離れ離れになってからも、再びこの国が一つになることを諦めなかった。アメリカ再建を願う人たちも、彼女を信じたからこそ希望を捨てなかった。我々はこの国の再生を信じている。アメリカはまだ生きている。
ジットの魂とともに。いやー、やっぱスネークやな。いいよね、あの渋い声は羨ましいよね。間違えてつけたチェックポイント。やっぱ消えるんだね。いやー、でもさ、このゲーム結構ね、お使いに近いところがあるんでね、配送なんで結構ね、時間はかかる感じです。ちなみにこれは乗れるのかな。多分乗れないだろうけど、やっぱ無理かね。ちなみに荷物の重さでこうバランスが変わるんで、 L2、R2 でバランスを取るのが結構重要になります。いやー、まあこの感じはちょっと景色を楽しみながらね、行く感じですね。もう一人お供もいますしね。この感じでずーっとだね。まあ何事もなければっていう気はするけど。ああ、やるしかない。で、サーチを使えば足元が確認できる。この赤いところは、こけますので損傷します、物がね。まあ物って言い方もあれなんだけど。で、いろいろ調べてた、見える山とか全部行けるらしいね、基本的には。行けないところがないみたいな感じの話だったんで、まあ本当ね、単純に探索するだけでもかなり面白いんじゃないかなと。なかなか、お、橋がある。マジか。どうだ、この道通った人がいるってことか。いや、やべえ道選んだな。さあ、頑張って登るぞ。あ、いいね。今日はいい日だ。ありがとう。連打でいいねが送れます。掴む。登れると。これが、つながった人とのらしいですね。ストランド機能っていうかね。いや、これはね、ほんと好き嫌いが発生するのでね。お、すげえ。ありがとう。連打でね。ちょっと待った、これは、おお、怖い。やべえな、これ。これすごいね。あ、やばい、そのまましてると落ちそうだから。で、これがロープと。あ、だいぶ楽だったな。ただ、スタミナがあるんで、休憩しながら。これ意外と、おお、いけるね。おおおお。っていうことは本当だったらこれ自分でロープ持ってないとできないわけね。いや、なかなかそれでも厳しいね。いやー、ナイスロープ。まだ誰も反応しないか。んで、お、あれか、焼却。ははは、そうだね。ほんと走った。まあ、走ってもいいし、はしごも登るし、みたいな。
もうすぐだ。うわ、危ない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 。今ね、もう勢いで今どんどん下行くからね、上りより下りが怖いね。さあ、もうちょい、もうちょいだが、それはなんだ。専用の装備が必要。なんだろうね。すごいなんか花っぽい感じだったけど。さあ、そろそろ焼却所へ。なんでわざわざセーブをここで教える。それもそれで嫌だ。あ、ちゃ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 、それはダメ。さあ、セーブができましたね。まあ前からしてたから全然いいんだけど。なんか落ちてないかな。特にはないね。よし、行こう行こう。さあ、焼却炉に着いた。どこでもいいって感じじゃないか。危ない危ない危ない。これも複雑だよね。自分で運んでボタンを押すってさ。もう何も起きないことを祈ってただ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 燃やす。すごい。あ、で、虹が出たね。そこ一帯のカエラル物質の濃度が急激に上がっている。時雨が降りそうだ。急いで戻ってこい。タイムフォールか。サム、もう一つの荷物も焼却してくれ。もう一つ？これは BB28、 死体処理班のイゴールが使っていた BB だ。あんたが帰還した時クレーターで見つけた。ああ、はい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 、あの最初のね。廃棄が決まったんだ。セントラルノットは消滅した。ブリッジズの本部もそいつがちゃんと機能しなかったからだ。イゴールのログにも残っている。まだ生きてるぞ。回復の可能性はない。ポッドから取り出しても生き延びることはない。かわいそうだが殺処分するしかないと判断された。長官も承認したよ。マジか。ゲームは雨が降るといいことないんでね。おお。あ、これビッグゲームだ。いやー、フラグ回収だったのは速攻だったの。
こえてます。ブラックアウトで更新が切れていた。サム大丈夫か？カイラルノードが上がってるぞ。信じられない、すごい数だ。ネクローシス限界時間までに焼却できなかった BT たちだろう。そこは焼却所だからな。トキオが止むのを待つか。無理だ、完全に囲まれてる。早くここを出ないと気づかれる。サム、奴らに食われるとボイドアウトする。マジ？機関車だから戻ってこられるが、その一帯はクレーターになるぞ。いい手がある。あ、使うんだ。へえ。で、これで繋がるの。あれ、お父さんの死にかけてる。オープニングで出てきたところだね。これはちなみにホラーではなく、うまく起動しない。ストランドゲームです。はい。まあ要素的にちょっとホラー的な要素もある。さあ、パカパカが動き始めましたね。いいことだ。頼むぞ。ちなみにこのパカパカが動いている方向にさっきの BT というのがいるらしい。めっちゃいる。さあ、エピソード1ブリジットキャプタルゾットシティへ帰還すると。姿勢を低く慎重に行こう。あれ、しゃがむなんだ。ちょっと待って、ゆっくり歩くと結構歩いて、絶対これ足元さ。いられるね。早いペースで。あ、アルワンか。1個目。やばいやばい、酸素が。やばいやばい。深いね。で、止まると見える感じなんだね。やばいな、待って、これ操作性覚えないと結構きついな。意外と地形。下通っても行けるっていう。でも結構勢いよく行くとダメなんです。おお、めっちゃ地形。さあ、まあバレた。いや、大丈夫だね。いや、難しいぞ。しかも結構いるな。さあ、そこは、いや、今なんか下動いてたよね。いやー、でも BB がめっちゃ泣いてる。
うわやべ、やべ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 、いやいや、もうこれ一気に行こう、一気に行こう、行こう、行こう、走る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 、いや、マジぶっけえな、普通に難しいぞ、ジャンプ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 、意外とジャンプが有効、意外とジャンプが、では、お、今なんか不思議なことが起きたね。さあさあ慎重に慎重に。でもなんかここだけ見たらもうホラーゲーだね。確かにね。でもこれまだってことか。さあ次は釣り橋を、ちょっとね急ぎ気味で、危ない危ない、これが、いや範囲広すぎねえか、マジで浮いてるね。アドレナリンか、ほう、特にいなさそうだからいいね。さあさあ戻ろう戻ろう。いやーね、そうやね。スプラじゃないけど本当足元大事だね。水筒を選ぶ。どういうことだ、水筒を選ぶ、あ、これか、あ、急速ね、ほさあ、エピソード1無事終了かな、これでね。でもさ、この行ったり来たりのこれだけでさ、もう1時間ぐらい経つのよね。奇跡だ、あんたのようなドゥームスが BB を装備するとお互いの感情や記憶がハウリングを起こす。恐怖心やストレスが増幅され、 BB もドゥームスもこっちに戻ってこられない危険性がある。残念だが、やはり限界を超えていたんだ。処分するしかないだろう。サン、身支度を済ませたら大統領執務室に来てくれ。話がある。いや、めっちゃ複雑だよね、これね。この状態でも意思疎通はできるんだね。ビビ、心配はいらない。大丈夫だ。
私はいつもつながっている。さあごらん、日が沈む、夢を見て安らかに。お、ハートマーク。すげえ、めっちゃ可愛いやん。さあ、まあ納品はないからね。さあ、破損はなしですね。はしごのおかげやね。まあでも、あれだね、橋のこと考えると、ああやってしとけばポイントもらえると思えば、かなりいいよね。さあ、サービスは1上がった。あ、いや、まだ上がるね。もう4上がったね。はあ。サービスしか上がらない。どんだけサービス精神旺盛かっていうとこやけどね。サム、大丈夫か？ドゥームスが BB をつなぐなんて考えもしなかった。シャワーを浴びてきたらどうだ。カイラル物質の汚染がひどい。これから大統領に会うんだぞ。なんだと？大統領はもういない。怒ってるのか？ BB の焼却を頼んだから。甘く見るな、お前らの便利屋じゃない。どっちにしろこいつはあんたに救われたな。違う、こいつが俺たちを救ったんだ。命の恩人のお世話は任せろ。じゃあ大統領によろしくな。抱き方。いもう抱き方がお父さんだったよね。いいね、あのフォルムであんな感じと、なんか後ろ姿すげえいい父ちゃんみたいな。そうそう。そろそろ帰る時間よ、サム。はい、ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。エピソード2、アミ。まあ、やっぱメインミッションクリアすればそれなりにトントンっていく感じだね。おはようございます。サム、ダイハードマンだ。ブリッジズのメンバーしか使えないプライベートルームを用意した。へえ。カイラル物質を落としたら大統領執務室に来てくれ。あの奥の3つが気になる。へえ。あ、でももう何もできない。あ、テーブル。なんかめっちゃ囚われてるんだけど、これはどういう状況だ。飲もうか。いやー、いいよね、モンスターエナジー。僕大好きで、あの疲れた時に飲むんじゃなくて味が好きで飲むんだけど、美味しいよね。特になんかその体の影響がないのであれば、めちゃくちゃ一日数本飲みたいぐらいあるんだけどね。ねえ、なんか下の体力的なものが増えてたね。やっぱ名前通りスタミナゲージが増える感じかな。あんな入ったら炭酸で吐くけど。あ、やっぱ上がるね。あー、3回ぐらい飲むとちょうど良さそうだね。
ソングロス。このサングラスは何の効果があるんだろうね。フィギュアを見る。あ、すげえ。いや、あ、拡大っつってもさ、全然近づけねえ。あ、それ用のサングラスだったんだ。そうだね、何かと僕はモンスターマークでつながってる感はあるね。サングラスは特にいいか、外さなくてね。洗面台を使う。まあちょっとね、大統領に会うのはちょっと身だしなみをね。お、アクションがある。上は？あら、そんな気分ではないと。ヒゲのチェック。あ、じゃあこれ全部違うのかな。へえ、ちょっとこれ撮影外でやってみよう。これさ、あれだよね、本人がしてるんだよね、確かね。本当にね、俳優さんね。で、結構再現度高いんですけど、実際に小島監督とその俳優さん一日なんか一緒にいたみたいだね。で、いろいろカメラを回したままいたみたいで、なんかそういう仕草がいろいろ入ってるみたいですけどね。すげえよなー。さあ皆さん、サービスショットです。わし、すげえな。サム、サム、聞こえるか。どうなってる。ここにはプライバシーもないのか。いや、あるよ。シャワーを浴びている間とトイレで排泄中だけにか。シャワーは浴びてくれたようだな。さあ、大統領執務室に来てくれ。彼女がお待ちだ。彼女？いやー、ほぼほぼ監視されてるのはきついね。彼女か。初の女性大統領からってことよね。彼女って言ってたから第二の女性大統領。任務は完了だ、サム。ありがとう。大統領は帰らぬ人となってしまったが、その意思は灰になったわけではない。サム、よく聞いてくれ。アメリカもその再建計画もまだ生きている。冗談はよせ。さあ、我々の新しい希望、新しいアメリカだ。ん？アメリ、母は言ってしまった。だけど私がいる。そしてあなた、サムも来てくれた。彼女とも10年ぶりだったな。もっとも彼女は10年前と何も変わらないが。ええ、そうね。私の体はビーチにある。だから年を取ることはない。ほう。あなたはいい年の取り方をしたようね。君は本気でこの世をつなごうと考えてるのか。誰かがつながなければならない。いや、誰かがブリジットの後を継いでアメリカを再建しなくてはならない。サマンサ・アメリカ・ストランド、新たな大統領だ。孤立した都市と都市をつなぎ直す。アメリを大統領に迎えた上で、我々は新たなアメリカ都市連合を作る。そして
このアメリカを再建する。そのために君の力を借りたい。俺はあんたたちとはもうつながってない。ブリジットとも別れを済ませた。あなたを忘れたことはなかった。つながりを切ったのはあなたの方よ。なかなか手厳しいね。ブリッジズ第一次遠征隊を組織して大陸を横断した。私たちはクレーターや座礁地帯を迂回しながら残された人々を探した。アメリには奴らがはっきりと見えるからな。私たちの知らぬに加入意思がある都市にはスタッフを残していった。私たちは3年かけてエッジノットシティにたどり着いた。西海岸まで。まさか。本当だ。北米大陸を横断。だが遠征隊は全滅。アメリは閉じ込められた。バカな。都市から出られないけど身柄は拘束されていない。だからこうしてあなたたちと話すこともできる。通信装置を使って。エッジノットシティの独立自治を要求し、彼らはアメリを統治下に置いた。彼らは都市連合への加盟を拒否。アメリはその交換条件における人質だ。その彼らとは？彼らは分離過激派の武装集団だ。都市を統治している。人を殺しボイドアウトを起こして都市をクレーターに変える狂気のテロリスト集団。そうだ。あらゆる手段を講じてボイドアウトテロを画策している厄介な連中だ。なんか世紀末感すげえ。まさかあの自殺者の奴らの仕業かもしれん。大陸の至る所にディメンスはいる。いや、潜んでいる。彼らは思想の一種だ。彼らは何者かに統率された一組織ではない。それがアメリカ再建を阻害する理由でもある。再び都市連合を作らなければ人類は滅びてしまう。私はブリジットのメッセージを運び都市と人々に呼びかけた。でも全ての人が受け入れてくれたわけじゃない。繋がらず孤立したまま生きていける、そう主張する人間もいる。彼らやサム、君のようにアメリカ再建は彼らにとって束縛でしかない。繋がりは義務を要求し個人の自由を奪う鎖だと主張している。これも束縛だ。だろ、テロリストと変わりない。お前らもある種のカルトだ。違うわサム、それは私たちをつなぐ象徴。今の私たちに必要なのは孤立じゃなくてつながること、そして結び目を作ることよ。サム、北米大陸をもう一度つなぎ直してくれ。アメリカ残していったスタッフがカイラル通信用の設備を整えている。しかしそれは点でしかない。その点と点をつなげて線にしてほしい。それらの軌道にはこのキューピッドが必要だ。ここにカイラル通信を可能にするセキュリティと全てがグタグ型なんだ。面白いね。キューピッドと必要なものを届け、この分断された大陸をつないでほしい。そしてエッジノットシティに閉じ込められたアメリを連れ帰ってくれ。母の意思を継ぎ私が大統領に就任する。この国を救うために。それがブリジットの意志であり未来を作ることになる。サム、お願い、あなたが必要なの。俺はサム・ポーター・ブリッジス、ストランド家の人間じゃない。ブリッジスからも放り出された。
もう誰とも繋がるつもりはない。待って、ほら、俺たちは繋がってない、昔も今も。サム、サム、お前もどけていくんかい。サム、サム、待て。いいか、アメリカを再建するには君たちが必要だ。ネットが世界を覆い尽くしても争いは絶えなかった。無理やり世界をつないでもまたほころびが生まれる。同じことを繰り返すだけだ。こんなもので誰もが簡単につながるわけはない。分かった、落ち着けサム、そう焦るな。分かった、返事はよく考えてからでいい。少し休んだらどうだ。ああそうだサム、睡眠も必要だ。そのまま放っておくとあんたもあの世とつながってしまうぞ。必要なメンテナンスは完了した。あんたとのチューニングも調整を済ませた。まだ使える。チューニングってどんなチューニングなんだろうね。相性がいいのは珍しいことだ。へえ。どうやらこいつとだけはつながっているらしい。いやこのゲームの中でなんか唯一の癒し的な感じだね。まあね、でもこのそうだね、あのテロもよく分かんないよね。まあ、なんか目的はあるんだろうけど、阻止するだけの。いやでもダイハードマンは怪しいね、なんかね。アミレも逆に有権されてる割にはって感じなんだよね。お、スマホが。サム、サム、あなたはサム・ストランド。いや、もうサム・ストランドじゃない。今はサム・ポーター・ブリッジス。ストランドには三つの意味がある。一つ目は絆のこと。そして二つ目は座礁という意味。最後の一つは途方に暮れる。私は今西海岸で座礁したまま途方に暮れているの。だけどあなたとの絆は今もつながったまま。あなたは自由よ。だけどつながってる。それを否定しないで。
ってくれ。夢か。サム、おはようございます。サム、ダイハードマンだ。長いこと寝ていたな。よほど疲れていたんだろう。このプライベートルームではシャワーやトイレ、装備品のチェックやメンテナンス、情報の閲覧など様々なことができる。詳しい説明はそれぞれのスタッフがする。どうだ、自分で試してみてくれ。現在のブリッジズを知ってほしい。そうか、まあせっかくなんでどういうのがあるかだけね。スーツは帰らる物質を洗浄してここで管理される。オレンジは下位処理班、青は配達人、赤は医療スタッフ、そして黒は戦闘員用だ。ほう、じゃあ配達員だからこれだけしか使えないってことか。サム、デッドマンだ。事前に調べたあんたのデータをもとに BB のチューニングはしておいた。いやー、 BB だね。あくまでも理論値だ。あとは実地で様子を見させてくれ。 BB の感度やお互いのつながりを調整しよう。あやすってあるね。あやすってなんだ。元気か。え、あやすってそれだけ。嬉しそうにしてる。へえ。元気か。もう元気そうなろうって。はじめましてじゃないわね。配送に関するオペレーションとメカニック全般のことは私が担当している。ワークネームはママ。改めてよろしくね。ああ、それは最初の配送か。梱包用だけどそれだけじゃない。それはあなた自身の ID も兼ねているの。よく見て、より糸にはあなたの血が染み込ませてあるわ。はあ、また物騒なことを。武装はいいね。まあそれと言ってっていう感じであったが。サム、私はハートマンだ。ビーチのことをはじめとしてデスストランディングについて研究を続けている。ドゥームスや機関車も研究の対象だ。君がバイクの音ね、なかなか面白いことするね。ある程度除去される。カイラル物質は人間のホルモン分泌や神経系に影響を与え、その結果カイラル汚染と呼ばれる症状を引き起こすことになる。恐怖症の原因にもなり、自殺衝動や破壊衝動にも及ぶ。君も知っているだろう、我々ドゥームスもカイラル汚染の症例の一つなんだ。その研究のために君の排泄物を採取する。もちろん主な目的はカイラル物質の含有量チェックをはじめとした君の体調管理だ。そうだね、アミリに関して言えばまあどうなるかがちょっとわかんないけど、まあ、精神体がある、まあ、物体が何に入ってるかだよね。精神だけは飛んできてたらね。超自然な感じの。さあ、こんな感じかな。もうあとはこの後、実際には話を進めるっていう感じになりそうな気がするね。端末起動して、その端末画面でブリッジズが管理しているさまざまなデータを閲覧することができる。はいはいはい、権限の範囲内でっていうことね。メニュー移動、まあこれはいいとして、ああ
チュートリアルの操作的なものか。これはまた別で見よう。さあ、セーブして、で、今不思議に思ったんだけど、どうやってここから出るんだ。そもそもさ、そこだよね。問題そこなのよ。あったね。プライベートルームがちゃんと出るね。じゃあ、今回霧がいいんでね、早く行くぞって言ってるけど、まあ、今回ここまでにしましょう。結構ね、ここだけやってるといろいろとあるらしいんですけどね、カメラでね。はい、ということで遅くまでご視聴の方ありがとうございました。またちょっとね、ライブ配信の方はこの後、まあ非公開になるんで仕方ないんですけど、編集のものは後々ちゃんと上げたいなと思いますので、楽しみにしておいてください。ちょっとね、音の方がどうしてもライブ配信でしか全部お届けできないのが難点なんですがね、そのあたり楽しみにしていただければと思います。それではここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃあまたな。最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますので、ぜひまた遊びに来てください。それじゃあ、またね。